震災直後というのは原料すっかりなくなってしまったんでね、まず、同業者の社長さんたちもだし、生産者の人たちも、もう直後というのはやる気なかったんですよね。でもやっぱり、うちの、私的にはこう、すぐ加工を再開するっていう方向で、方針は決めてましたんでね、まず何するかってなった時に、まず原料なければできないなっていうので、まず浜の支援の方に入りましたよね。浜の人たちもその時点では、福島のやっぱ原発の事故あって、それで放射能の問題があってね、それでやっぱり心配だったんですね。作るは作っても今度売れるかっていうことをすごい心配してたんですね。だから常に私とこう会う時には、作って大丈夫か、売れるのかっていう話、常に言われてましてね。その時、私もこうわかめも若干扱いあったんでね、作れば俺が買うから大丈夫だよっていう話で、とにかく作ったしっていう。生わかめの買い付け量は、三陸で一番なんですかね、うちね。そこまでうちで買ったことないんですけど、約束ですから、買うから作れって言ったからには買わないとね。仲間なんでね。本来、水産会社と生産者っていうのは背中合わせなんですよね。生産者はいくらかでも高く売りたい。うちらは、だとやっぱり商売なんで安く買って。っていうところが、やっぱりそこが合わないところなんですけどね。でも生産者の人たちはすごく私仲いいんですよ。お互い信頼関係すごくあって、すごくこう太いパイプって持ってますからね。その中で、今までこう長年積み重ねてきたものが一瞬にしてなくなったわけなんでね、マイナスからのスタートという形になってますね。まだまだ復旧というまではすごくこう道のり長いかなっていう感じはすごく受けてまして、今後、これからですかね、本当の正念場っていうのは。今ではいろんな人に助けられてやってきた、やれてこられたっていう形なんですけれども、やっぱりこれからはもう自力で、開拓していく、生活していくっていうことを、自分たちで作っていかないとダメなんでね。ここの、南三陸町っていう町は、そういう資源すごい豊富でいいものが整ってますからね。こういったものを生かして、本当にこう復旧していってるっていうところをですね、うちであれば商品だったりとか、そういうのを介して、皆さんにこう伝えていきたいなというふうに考えてますね。頑張りますということで。